もう少し。オッケー、いいんじゃないですか。あ、ベル閉めてから、ベル閉めてから。大丈夫ね。そこが終わってしまいました。あ、さっきので終わってたよ。オッケー、いい感じ、いい感じ。もうドラッグ閉めていいですよ。いいですよ、いいですよ。実はこれ150ぐらいしかやってないですよ。15だけど。ジャンプする体力ないみたいだ。あ、ナイスサイト。沢のまかり入れたいね。はい、かっこいいですよ。滑らないでしょそれ。サオジリなくなったけど、はい、滑らないでしょ。サオジリあった方がもっと滑らないんだけど。なんかジロジロ赤いってるの。ファイト時間1分経過。良いですか。安心して、俺もあまり体力ないから今日。2回して疲れてる。でも回復はしたけどよ、だいぶ取ってから。あの、戻ってきてる時デージ負けるから。今もなんか走ってるんですよ、そこに。ああ、待つ時どうするんですか。もう待つしかないですね。デージ戻ってくる時やるから、はい、今もう下に止まってるんですけど。あ、止まってていいんですよ。ここ根ずれしますよ。でも今だいぶ出てるから大丈夫だぜ。踏ん張りづらいっすな、場所が。場所悪い。場所超悪いですね。どこがいいかな。移動してもいいよ。なんか足が踏ん張れないから。やっぱ思った。俺も今日やってて思ったわけよ。どこがいいのかな。一番ブルーシートがいいんだよね、やっぱり。ダインがやばくなったら言ってください。止めにかかります、一緒に。そろそろやばいですかね、これも。あ、全然大丈夫ですよ、まだ。底尻が滑っていくから危ないですね。あー、しまったね。あの、尻が折れたからか。気をつけてください。足が踏ん張れない。どこがいいのかな。こっちがいいのかな。こっちがいいかな。こっちは狭いな。こっちしかないんだよな、こっちは。やっぱり頑張れってしか言えない。伊沢くん。いい感じですよ。やつは弱っているよ。ジャンプする力がないよ。俺がいじめたやつだぞ。寄ってきてる。今度右に行くな。必ず最初右に行くんだよ、なんかわからんけど。面白いことに。一応こっちも開けときました。右に行ったらドラグ緩めるんです。いや、人がいるから緩めはないね。あそこに行ったら擦れてしまうから。すみません、3面行きますよ。こっちが向きはちょっとやりやすいやつ。こっちが向きは向きがいいです。頭を向かさんと。あっちなしなさい。向いてきた時全然わかるよ、振って軽くなるから。あ、本当ですか。うん、あ、一回無理してから頭向かした方がいい、本当に。向いた時デージ負けるからよ、はい、今向いてるはずよ。向いてるんじゃない。ちょっとドラッグを。すいません。頑張れ。向いてないか。あっち向いた、あっち向いた、あっち向いた。底尻がちょっと強くて、そこがこれはまずいな。
股に挟んでもいいかもしれない、もしあれだったら。もう 俺今日股に挟んでしてた。きつくなったら応援します。今向いたんじゃない、こっち向いた時もうずっとこっち向かしてた方がいいよ。一回流れと頭あっち向いたらもう半端なく重いから。ドラクエで多分しか巻いてない。これは倒そうか、絶対。これは絶対倒そうか。もうむいてるよ。ちょっとかわいそうなことにドラッグ出た分と巻いた分が比例してるかもしれない。ちょっとあのそこが滑って怖いんですよね。うん、そう、ら俺が上からテンションかけとこうか。こうよ、ワイプして巻いて、ドラッグもうちょっと締めた方がいいです、うん、今楽、今楽ですね。ポンピングして下げるときに巻こうね。はい、きついです。これちょっと根ずれするかもしれない。手前によ、はい、多分どんぶかなってるわ今日、はい、2回根ずれしたことがある。マジですか。サオジリ飛んだのか。サオジリがやばいですね、これ。超滑る。超きついですね、手が。大丈夫ですか。バトンタッチするとき言ってください、はい、手が死ぬもん。長時間できないって言ったら分かったでしょ。はい、多分10分が目安だと思う。おっと、大丈夫、はい、大丈夫か。吸った感じがしよったね。あ、やばい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 。どんな人ですか、どんな人ですか。一回ベル開けて、ベル開けて。いった。ありえん。あ、死にやばい。あ、待ってください。手、手かからない、気をつけてください。すみません。まだまだ。アクシデントだけやな。もう閉めていいですよ、はい、交換しますか、そろそろ。ちょっと待ってください、はい、閉めますか。ちょっと手下がり、ちょっとブラグリします、よいしょ。あ、俺何もつけてないな。大丈夫、こっちから行きますか。 OK、 どうですか。サオジリなくなってきついな、これ。いいっすね。ベッドもつけます。もういいっすよ、サオジリないから。こんなにこれいきましょうか。なんか雨にハマってる、もしかして。あ、やばい、相当出されてるな。待って待って、あ、こっちも、はい、ちょっと何やったんだ。はい、待って。あ、惚れてる。あ、マジですか。うん、やばいっすね。まずいな、どんなやつかにしよう。トラブルだらけですね。しょうがない、これきついな。ダメですか。糸気をつけて、一応行ってみる、ポンピング。はい、あ、巻けないな。ダメですか。いくよ。まずいな。どんなしますか。で、先のポンピングレベルで行きましょうか。ポンピングのところらへんがいいですか。この辺がいいですか。そっちが楽な方でいいです。負けないな。きついですね、そこが。ここ半分なくなってる。マジですか。やばい。ちょっとどうやろうか。どんなですか。どうします。
ですけど、きついですね、足上げですね。もうこれでいくしかないか。たまたまが痛いな。ポンピングできる、まず、はい、短すぎてからやばいですね。ちょっと待ってよ。トラブル、アクシデントですね。総水平にしてから絶対負けないよな。絶対きついんじゃないですか今。ごめんな、きついな。なんかいいやん、思い込まん。短すぎてからよ、全然あの竿を持ち上げれるですよね。動いてんのか、お前。動いてるな。あ、これでいくしかないな。締めるぜ、はい、もう切れたら切れたで、折れたら折れたで、サメに頑張ってもらって。あ、体の野郎。まあ、ソルティガだけはぶっ飛ばない。さっき練習しました。リールがいきなり外れるから終わったと思います。多分今日2回ファイトしてるから緩んだんだぜ。デージ重いなこいつ。知り合いとか1時間くらいファイトしてたら昔いたんだけど、すごい体力だよな。すごい一人でですよ。ってことがしよったね今。こいつするわ今日。あ、そうなんですか。多分リーダーが釣ってるはず今。負けない。負けますか。ダメだ。しかないです。これ3人コースなの今日は。やばいですね。これ負けない。やばいですね。こっちから折れてるから、ここから効いてればよ。ここ折れて直せるかな。ここ折れたことないけど。しょっちゅうサメやってたから一旦出たってのもあるよ。ここが距離合わせたらバッハメセットしたらバキッとなるから。テンション重いな今日の。あ、違いな、テコの原理があまりできてないからか。 あの先とね、先ね、 あそこ尻が折れたら痛いですね。だからよ、そっちゅう滑って海に落ちるかなと思いましたね。痛んではいたわけ、あっち。あ、そうなんさんといけないと思ってたんだけどよ。てか動いてるこれ。なんか全然寄ってこないですね。何が引っかかってるんですか。だからもしかして巻いたかもしれない、出しすぎて。あれ動いてないんじゃない。あれ。あ、本当だ。いや、動き出した。マジですか。痛まれ持ってこのか。強力な痛まれ持ってない。車には乗ってんだけど、車に痛まれイーザーが飛んでるよな。絶対ね、危ないです。絶対飛んでるよね。間違いなく飛びます、ね、今日。負けてる。なんか、あんまり動かないっすね。ね、巻いてるんですかね。巻いたかもしれない、さっきガリガリ感があるじゃん。ですね、あるわけよこっちに。確かに、うん、ここにですか。沖にあるんですか、うん、あ、沖にですか。いや、ちょっと離れたところだぜ。あ、マジですか。あのサメがあっちに行ってからこっちに走ってくるとき、あっちで2回ぐらい釣ったことがあるわけよ。 あ、 マジですか。あっちいきなり多分駆け上がり一気に落ちてるんだぜ。あ、だからサメが潜っていくときにガシってから、はい、あ、ちょっと待ってるかもしれない。動いてないな。動いてないですね。ちょっと軽く話してみてもいいですか。引っかかった。あ、すごいですね。よくあの足止めるんですか。止めないといけない。スクロール押さえて。こっちに向かさんと門難儀だ今日。逆に。風起きた。平和になったから。あ、巻いてる巻いてる。マジですか。いや、ごめんなさい。いやいや、だいぶ。これまずいな。やばい。ちょうどだ。ちょっといろんなとこか。いきなり。ちょっと気持ち考えて。ここは直せ、ブランクがここからここまで来て、あ、これまでだよね。直せるでしょ。やばいですね。ここはやばいって分かってたっけよ、直さんと限定の。ここに一回セットした瞬間バキッと滑るから、うん、あ、いや、なんかなと思ったらポロポロってその尻が落ちてるから、うん、いや、折ってしまったと思って。これを、綱引きやっても取れないじゃん、絶対。
いきなりボンボカすのが怖いね。また出てきてからね、取れてから。止めた。なんかいい感じある。このジギング風にはいけないわけ。絶対綱引きできないよね。絶対負けないよね。かといって糸引っ張る勇気もないしね。ピーだからね。そうですね。15ですよね。これ。